撃を予告する書き込みがあったことから急遽再開を取りやめました。犯行予告には今話題の小学校だという記載もあったということです。富山市の奥田小学校は先月26日午後に奥田交番が襲撃され、警部補と学校の警備員が死亡したのを受け、先月27日から休校していました。学校は児童が学校現場を通らないよう通学路を変更するなどした上で今日から再開する予定でした。